今日は2月の23日です。ここはダイニングの出窓です。現在の気温の状態です。外気温が 12.5 度、 93%、 部屋の中が 18.4 度、 75% です。今年は暖冬でストーブなしでもだいぶ暖かい日が続いています。我が家では日本ミツバチ用の飲料片をここの出窓に置いています。飲料片以外にも、シンビジウムも購入してきたものを置いて花を楽しんでいます。火の当たり方の関係から背の低い飲料片は窓側に、背の高いシンビジウムは手前側に置いています。今日はこれから飲料片の花芽の付き方についてチェックしていきたいと思います。まず手前にあるシンビジウムを移動させます。まずこの株から見ていきます。この株は、根元にもうすでに、つぼみの形をした、芽が出て、見えています。これが一番早い、芽になります。花の種類はおそらく赤花ではないかなと思います。その他にもその右隣に1個、これは花芽か葉芽かまだ分かりません、その左隣に、2本出てます。その奥の方に大きいですので花芽かなと思いますが1本、こちら側の真ん中奥の方に1個、それから外側に1個、それからこれはハメだと思うんですが、ここに1個出てきてます。この1株だけでも、花芽ハメ合わせて1、2、3、4、5、6、7、8個ぐらい、芽がついていることになります。はい、この鉢ですがもうすでに花芽つぼみが見え始めてます。赤花の鉢です。1個、その隣に、2個目、それから小さいですが3個目、それから4個、外側にだけ4個ありますが中の方にもう一つ5個目があります。それから今のところ5個の芽が出てきてます。この鉢で、全部で、これは見たかな、1個、2個、3個、4個、それから5個、6個ですね、6個、それから7個。この鉢で、花芽葉芽、合わせて8個の新芽が見えます。はい、4鉢目になりますね。この鉢で1個、2個、3個、
4個、5個、6個、6個の目があります。次は5、8目です。これにはここにおそらく花芽だと思いますが、白花の花芽が1個、それから回していくと、この外側にも大きいつぼ、大きいですから花芽だと思います。2個、それからこちらは花芽か葉芽かはっきりしませんが、3個目、4個目、5個目、これは花芽ですね、膨らんでます。5個の芽がついてます。これもおそらく太いから、花芽だと思います。この鉢で全部で、5個の芽が出てきています。1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、7個の芽がついています。これも白花で、間もなく咲きそうな感じです。部屋の中に入れてるこの金稜片の葉っぱは緑緑していて、あと3鉢外に置いた状態でいるんですが、そちらと比べると緑が濃いような気がします。それではこれから外に置いたものを見てみたいと思います。こちらはこの冬部屋の中に入れなかった金稜片です。昨年唯一植え替えなかった、株が小さかったので植え替えなかった金稜片は、こちらですが、昨年唯一花が咲きました。部屋の中の金稜片と比べて葉っぱが黄色を帯びているのがわかると思います。それでは詳しく見ていきたいと思います。まずこちらの方ですが、花芽が横に出てきてます。外に置いてたんですが、今年は暖冬だったせいか、早いです。これは赤花っぽいです。赤花の芽が1、2、3、4、5、5本ですね、5本出てます。次、2鉢目です。ここに花芽っぽい芽が出てます。赤花っぽいです。1個出てますね。ここにも1個、花芽っぽいのが出てます。赤花です。2個。それからここに3個。ここに4個。おお、これはすごいですね。これは赤花のほとんど花芽っぽいのが4個ついていたようです。次、去年唯一咲いた鉢ですが、これは小さかったので株分けはしてません。今年はどうかな。
ここに1個ハメですね。ここに1個、これもハメっぽいです。2個ですね。今年はこれは株が小さかったせいか、花は咲かないと思います。これも鉢が小さいですので、今年大きい鉢に、この下の外側の鉢に植え替えたいと思います。今部屋の中に置いてあったものを比較のために、外に持ってきました。これが部屋の中で、育てたものです。葉っぱが青々しています。それに比べて、これが全然部屋に入れなかった分、外でずっと、育てた分ですが、葉っぱがやはり部屋の中と比べて黄色っぽく感じるのが分かると思います。今年たくさんの花が期待できます。これで文法鉢を誘引できたらと願っています。これで金量編のチェックを終わります。